俺の人生で最大の修羅場は嫁と娘が亡くなったことかな。ことの発端は実に他愛ないことだった。4歳になる娘と一緒に風呂に入った時、俺の親父や俺には肩にほくろがあるのに、娘に歯ほくろがなかったことに気づいてね。遺伝のことだから、そういうこともあるかと最初は思っていたけど、しばらくして両親が娘が、俺や妹が小さい頃に似ていないと言い出したのだよ。これも、最初は娘が嫁に似ているから当然かとも思ったが、そういうことが重なると、やはり気になるもので。ネットを調べると、3万円ほどで親子鑑定が可能だと知って、調べることにした。寝ている娘の方の内側を綿棒で擦るくらい簡単にできたし。そして、結果は托卵決定だった。当然、俺は嫁に問い詰めるが、嫁はそんなことないと言い出した。結局、義両親や俺の両親が仲裁に入って、改めて検査をすることになったが、結果は、やはり覆ることはなかった。それで嫁を白状させたところ、俺と付き合う前に付き合っていた奴がいたそうだ。結婚したかったけど、相手の男は、その気はなかったから、別れることにしたのだが、結婚間際になって、その男と、たまたま、会って一度、関係を持ってしまったそうだ。本人は安全な時だったし、大丈夫だと思っていたそうだが、そんなもの体調ですぐに狂ったりするから当てにならない。当然、俺は別れることにしたし、嫁の両親は恐縮して謝ってくれたが、嫁だけは最後まで嫌がった。しかし、俺はこんなことを知って、今更結婚生活などを送れないと。離婚することを覆さなかったが、離婚調停を終えて、離婚届を提出し、嫁が家を出るだけになった日に、帰宅してみれば、嫁と娘が亡くなってた。もう何十年も前のことだが、未だに忘れられないよ。